桜市立薄水南中学校とは、千葉県桜市染め井の4丁目にある公立中学校。もともとは、農村地帯が中心であった地域に、新しい住宅地が開発されたことに伴って平成7年に開校した。染め井の小学校、千代田小学校の卒業生のほとんどと、王子大時代小学校の卒業生の一部などが、主に入学する。 生徒数は多い時で570人ほどであったが、平成28年度では380人ほどであり、各学年3から4ほどの学級で構成されている。教育委員会などから、様々な研究校に指定されることが多く、公開研究会などが頻繁に開催されている。学区地域での通称は、南中。汗をかく、表議員が、いわゆる学級委員にあたる。 バレーボール部はこれまで全中バレーや関東大会に出場するなど実績がある。サッカー部も2014年にはインバ軍師大会4冠を達成するなどインバ支部上位の常連であり県大会に多く出場するなど盛んである。皇帝の南側と隣接して吉見大遺跡が位置する。皇帝の南端は遺跡や資料の保存のため高台となっており、頂上は ソフトテニス部が使用するテニスコートとなっている。高台はそのまま吉見台公園に繋がっており、公園と学校を仕切る柵などは存在しない。ありがとうございます。